皆さんこんにちは。さあ今日もねこのソノランサーキットで作業をしていきたいと思います。今日はねテーブルトップを作ってみたいと思います。これがテーブルトップの材料です。これねなんかうちにあったねなんか台みたいなやつ、網のねやつ、これもね昔おじいちゃんがね椎茸をやっていて、で今はね使っていないやつです。高さがね10センチぐらいでちょうどねテーブルトップの高さにちょうどいいかなと思って3つ。そしてねジャンプの斜面はね同じくね椎茸で使っていた、もう今は使っていないこの金網みたいなやつ、これね前ジャンプ台作った時にね斜面でうまくできたんで今回もこれを使いたいと思います。でテーブルトップの上に敷くね3畳のカーペット、これをね買ってきました。でもう1個のカーペットはね3連ジャンプでね2連目と3連目にねまだカーペットを敷けてないのでね足りない部分に敷くように買ってきました。そしてねコの字のねこういうやつね、長いのとか短いのを買ってきました。さあそれではね早速作っていきましょう。テーブルトップはこの位置にね作ろうかと思います。こうやってね3連ジャンプをピョーンって超えた後にねリズミカルにピョーンってもう一回ねテーブルトップを超えていくみたいな、そんな感じにねなったらなんかリズムが出てねピョーンピョーンって気持ちいいんじゃないかなと思ってここに作ってみることにしました。まあねこれで1回で飛べなかったら気持ちよくないんだろうけどね、飛べればいいですよね作って。さあそれではねあのジャンプ台の斜面を作った時と同じようにねここのね一個一個をね結束バンドで結んでいきたいと思います。これね逆に置くんでねこうスカスカって抜けるんですよね、下に網が、それ防止のためにね結んでいきます。逆に置けばいいじゃんって思うかもしれないけど、こう逆に置くとねこうなっちゃうんでね、ここがギュイーンってことになっちゃうんでね、こう置いてみるとまずこう上り口も登れなくなっちゃうし、ここのね出口もこんなになっちゃうんでね、それなのでねこう逆に裏返して置く必要があるので結束バンドでね結んでここの底が抜けないようにしたいと思います。結束バンドでね結んでいってます。この作業がねすっごい時間がかかるんですよね。それが嫌でこのテーブルトップを作ろうかどうかしばらく迷ってたんですけれども、まあね頑張ればねできるんでね、ちょっとね頑張って網4枚やってみたいと思います。結束バンド網4枚にね付け終わりましたよ。こうやってね空いてるところはね針金でね止めてくれてあるね、もうありがたい場所ですね。これね全部で200箇所やりましたよ。大変だった。1時間ちょっとぐらいかかったかな。だからねあのジャンプ台と合わせたらね400箇所ね止めましたよ。これラジコンのねサーキットを作る作業めっちゃ楽しいんですけど、この作業だけは楽しくないな。まあねでもなんとか頑張ってね完成しましたね補強。ちょっとね外側で目立つところだけねこうパチパチと切っていきたいと思います。さあこの台もね構造上ねこうベコベコなんでね、土のうを2袋入れて、そしてこういう空いた隙間にはね土を入れて強度を出しました。これでね車が上に乗っかっても大丈夫です。さあ日付が変わりました。今日もね必要な道具をねたくさん持ってきました。それではね引き続きテーブルトップ作っていきたいと思います。ちょっとねテーブルトップもう少しね長くしたいと思って、それでねまた必要な道具をたくさん持ってきました。では早速ね作ってみましょう。ちょっとね昨日雨が降ったんでね少しね湿ってますね。一旦ねちょっとバラしました。それではね今からまたね作っていきたいと思います。さあ仮組みをねしてみました。だいたいこんなイメージですね。でもまあこのままだとねラジコンだけならいいんですけれどもね、人がもし子供とかがねもし遊びに来た時にね台の上に乗っかっちゃった時にね、このままだと確実にそこがね抜けてしまうんで、ちょっとねそこにねああいうブロックとかを入れたり土のうを入れたりとかしてね少し強度を保ちたいと思います。それでもね基本的にはね人が乗るようにはね作ってないんでね、で万が一子供とかがね来た時のために
乗っかっちゃった時のためにね、ちょっと補強をしていきたいと思います。今上から見てます。このね、助走の距離をね、ちょっと確かめたくて上に来てます。3連をピョーンって越えた後にこれぐらいの助走で大丈夫かな。あまり助走がね、短すぎてね、3連の後にテーブルトップを越えられなくなるとね、ちょっとストレスが溜まるセクションになっちゃうと困るんでね、気持ちよく飛べるぐらいに、これぐらいの助走で大丈夫かな。ブロック塀で補強しました。家であるもので作るとね、こういった苦労をしなきゃならないですね。まあね、これでね、だいぶ丈夫になりました。網の端の入るところをクワで掘って、そしてね、斜面を土のうと土で補強しました。さあ、あとはね、結束バンドとか紐でね、パーテーションとこの網をつないで、そしてね、上にカーペットをかぶせたいと思います。3畳のカーペットをかぶせてみました。ぴったりですね。さあ、それではね、端っこをね、打っていきましょう。いや、もうすぐですね。頑張りましょう。テーブルトップ、ついに完成しました。いやー、めっちゃ疲れた。いや、でもね、できましたよ。やりましたよ。こんな感じですね。しっかりとね、結束バンドでカーペットも止めて、そして打ち込んであります。いや、これ1回で飛べるかな。でもね、よかった。これ最初ね、1つの幅だったんですけれどもね、2つの幅にしてちょうどいいね、サイズ感になった気がします。 DB01 で飛べるかな。さあ、じゃあね、今からその3連の後もね、カーペットを敷いて、そしてね、いよいよここをね、 DB01 で試し飛びやってみたいと思います。3連のカーペットが足りなかったところにもカーペットを敷いて、テーブルトップも完成しました。それではいよいよ DB01 で3連、そしてテーブルトップ飛んでみたいと思います。 DB01 は 21.5 ターンのモーターにリポバッテリー、早いね、仕様にしてあります。さあ、スイッチオン。さあ、それではね、まずはテーブルトップからね、飛んでみましょうかね。おお、おお、難しいな。あれ、やべえ、飛べねえかな、もしかして。おお、飛べた飛べた。意外とギリギリ。あ、そんなこともないか。慣れてくると飛べるな。よいしょ、おお、飛べる飛べる。いや、いいあれじゃないですか。じゃあ今度3連からの飛べるかな。ちょっと待って、いきますよ。あ、3連で失敗。さあ、3連からの、おお、さあ、もう一度3連からの、おお、難しいな。さあ、もう一回。おお、3連をうまく飛べないと、やっぱテーブルトップもうまく飛べないっすね。いや、なかなか難しいぞ。おお、さあ、それではね、いつもの立ち位置に立ってみました。じゃあ、ここからね、
操縦してみますね。お、こっからはやっぱ操縦しやすいですね。お、いいっすね。結構リズミカルに越えられますね。おお、ギリギリでも越えられる。いや、よかった、ちゃんとできましたね。よいしょよいしょ、ギリギリ。いや、楽しいな。よよいしょ、ギリ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 だけど越えられる。さあ、もう一回、よいしょよいしょ、いいっすね。いや、これね、コース逆回りになったとき難しいっすね。ちょっと今やってみたんですけどね、よよいしょ、この3連がギリギリになるんですよね、ジャンプの後だから。でもまあギリギリ飛べるな。よいしょよいしょ、転んだ、難しい。というわけで3連の後のテーブルトップ無事に完成しました。いや、すっごい大変だったけど、ちゃんとね飛べる、そういったテーブルトップができてよかったです。作った甲斐がありました。頑張った甲斐がねありました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、バイバイ、バイバイ。